やるまるですよ、しゅうすみだ。本日なんですけど、本日は化粧品ダイエットに適した朝のスキンケアの方を皆さんの方にご紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。はい、本日なんですけど、本日は外からお届けしております。はい、で、まああのね、スキンケアなんですけど、で、美容皮膚科の方でちょっとね、施術をしたので、まだね、再生パッチの方を貼ってるんですけど、まあ化粧品ダイエットっていうところで今ちょっとしてるっていうところで、成分もよく肌に優しいものを使用してるっていうところで、皆さんの方にシェアしたいなと思ってこうやって撮らせていただいております。で、今回ね、化粧品ダイエットっていうところで非常に少なくしてしてるんですよ。で、僕が施術する時とか、施術した後の2週間ぐらいは使ってる商品とか、あとは流れとか、まあ、こういうものを使ってますっていうところを皆さんの方にシェアしたいなと思っております。で、早速なんですけどね、はい、一番最初アンプルの方を使います。まあ、こちらね、皮膚科の方でね、出されたものでちょっとね、使用して良かったので皆さんの方にシェアしてるんですけど、潤い感が半端じゃなく良くて、はい、今からしていきたいなと思います。はい、はい、うわ、天気いいですね。こんな感じ、潤い感がすごいですよね、これね。で、再生に適した成分が入っていて、 EGF なんですけど、基本的に EGF を入っているものを使います。化粧品ダイエットしてるときはね、うん、明るくて見えるかな。はい、で、1回塗って、まあ、さらにね、もうちょっとね、潤したかったら、もう1回塗ってもいいかなと思うんですけど、これすごく潤って、再生力もすごく適したものが入ってて、皮膚科の先生が作ったコスメラインなんですよね。施術の後に使ってから非常に良くて、やっぱり EGF が入ってる再生成分で、ちゃんとした成分っていうか、ちゃんと皮膚科の方が作ってるものってやっぱり全然違くて、これ潤いが分かるかな、すごくいいんですよね。明るくて見えるかな、これ。で、次がこちらね。こちらなんですけど、こちらはデイの方で使いますね。で、夜なんですけど、こちらの方の再生クリームを使うんですけど、これがね、すごく潤ってすごくいいです。でね、デイには合わない、ちょっと潤いがすごくて、多分化粧する方だとこれ合わないかなと思います。潤い感が半端じゃないんですけどね。なので、今はこちらを使います。こちらのね、ものはオリーブヤングとかでも、ララブラとかそういうのも売ってるんですけど、ここのね、青のラインが入ってないやつは病院で出されるもので、韓国の皮膚科とかだと置いてあります。まあ、以前の動画の方もね、その風景とか載せてるので、こちらの上の方にね、載せてありますので見ていただければと思うんですけど、こんな感じです。これはね、ちゃんとね、再生成分もしっかりしてて、潤う感じ、こっちが潤う感じが、すごくみずみずしい、水分力が高いものなんですけど、夜寝つけると朝まで全然潤ってます。こちらはね、潤ってるんですけど、ペタペタ感がある潤い感で、デイには向いてるので、僕はデイで使ってるな。まあ、この再生クリームはもうどれぐらい、1ヶ月以上は使ってるんですけど、非常に使いやすくていいのでおすすめですね。特に男性の方、油分がすごくいっぱいあるのは嫌だっていう方は、すごくこの1本だけでもおすすめできるので、ぜひ使ってみるのはいかがでしょうか。こうやってね、ペトペト感が出て、水分力も高くてすごくおすすめです。ああ、化粧品ダイエットしてるときはね、本当に化粧水とクリームと
サンクリーム、この3つだけでいいんですけど、僕は化粧水使いません。あの化粧水代わりにアンプル使うので、その3つだけを使っております。で、終わりましたらサンクリーム、こちらのねラインがね2つ出てるんですけど、あの肌に優しいものと、あと潤いがすごくあるんですけど、あのもうちょっと肌に重たいっていうかものなんですけど、こちらは肌に優しいものなので、まあ、化粧品代と時にする時もいいし、あとは顔の施術したりとか、まあ、ニキビがある時とかね、肌に優しいものを使った方がいいかなと思います。あと外に出ない時もね、あの僕は SPF の50を使うんですけど、 SPF の50でもあの優しいものを使います。こちらも皮膚科でね出てるものなので、皮膚科の先生が作った商品になります。こちらもねしっかりつけていくですけど、これすごく潤ってすごくいいですよ。やっぱり僕が使ってと思うのは、韓国の皮膚科の先生が作ってるコスメラインって本当に内容はもちろんなんですけど、使用感とかすごくいいんですよね。でこちらめっちゃ潤って匂いがマジでいいんですよ。サンクリームの中で今まで匂いだけで言うと一番いいかなって感じですね。こちらももう1ヶ月以上使ってるんですけど、すごくおすすめできますね。こんな感じ、わかります？しっかりね首まで塗って、耳もねしっかり塗ってあげて、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、こんな感じでね化粧品ダイエットなんですけど、あとはあの施術した後に使用している僕の流れとか、あと商品だったりするので、ぜひねあの下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひそちらの方も参考にしていただければと思います。はい、こんな感じでございますね。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。